ラッサンまで綺麗だね。おはようございます、フライトライダーです。おはようございます。今日は TA 君と、まあ、ソウ君寝坊してるんで今向かってる最中だと思うんですけど、今いるのは山形です。はい、山形を抜けて今日は、笹川流れの方まで行きたいと思うんですが、今日、まあ、台風もね来てて、あの宮城もねちょっと天気が悪くてでね、そう途中来るまではね、あの天気すごい悪かったんですけど、山形入った途端にこの天気ですよ。雲がもう人、まあちょこっとあるけど、もう本当雲一つない青空っていうね、本当にねいい天気でございます。で今向かっているのが最上川千本団子の方に向かっております。まああのかき氷やってるの知らなくて、そうすごいね美味しそうなかき氷だったんで食べたくなっちゃってね、今向かってるところです。なら、うん、かき氷食べて、多分もう今25、6度ぐらいまで上がったんじゃないかなですね、多分。宮城は20度前後、山越えてくるときはね温度計見たら20度ぐらいだったんで、それにしたらだいぶ5、6度は上がってんじゃないかなっていう暖かさですね。かき氷食べるにはちょうどいいでしょう。なんで今日はねちょっと朝からかき氷と団子を食べてで新潟まで行ってお昼ご飯を食べるっていう計画でございます。そうだね、もう団子食うと結構お腹持ちもいいからね。そう結構そう気をつけてね、もう団子も結構量あるから。俺もそう、俺くるみ団子がめっちゃ好きでね、だからくるみ団子とかき氷をちょっと食べて腹ごなししたら、まあ新潟の方へ行こうかなと思います。そうくんとは、その千本団子屋さんの方で待ち合わせするという感じです。まあ1時間くらい待ってれば。そうだね、まあゆっくり食べながら待ってるとしましょう。うん、あったぞあったぞ。うん、目的地は西側です。はい、到着です。専門団子屋さんです。だから人がいますね。うん、この辺でいいかな、適当に。はい、到着です。あちちちち、あ、さあじゃあちょっとかき氷と団子食べていきたいと思います。食べましょう。はい、というわけで千本団子食べてきました。で無事ソくんも合流です。ね、無事なんとかねソくんも合流できたんで、これから新潟の笹川流れの方へ向かいたいと思います。新潟、新潟遠い、遠いよ。こっから2時間半かかります。2時間半かかるの？2時間半だよ。2時間半ですね。2時間半かかります。あ、後ろ来たから先行っちゃって。スタンダードタイプと SP が並んでる。それじゃあ出発しまーす。はい、おー、かっこいいよ。トリプル R が2台。今日はトリプル R が2台です。はい、出まーす。あ、トンボ邪魔。トンボやばい。いい音だ。やっぱ R1 の音。クロスプレーンのいい音するよね。30度あるよ。30度に感じない。感じないね。うん、風は冷たいだね。湿気は朝よりはないかもしれない。東北中央自動車道。ダンサーやばい。俺も来ない、来てない。よし行こう。おー、日本海。すごい。
強かったね。日本海また来たぞいやー最高。まずは飯食おう。そうだね、一回飯食おう。海沿いの道をはーい、やれぜ、こう気持ちいいっすね。気持ちいい。やったー、やれしてくれた。ありがとう、ありがとうございます。あー、海の匂いだ、最高。あー、ありがとうございます。いい、おお、バイクいっぱい来たよ。ありがとうございます。いや、今日は気持ちいいよ、ほんと。ツーリング日和だよ、ほんと。素晴らしい。250とかな。あ、新潟に突入。新潟ですね。うわ、村上市入ったよ。すげえ綺麗。なっちゃこりゃ。うわ、めちゃくちゃ綺麗やんけ。やばいな、めっちゃ綺麗やな。この先あれ、大泉洋がウィリーか、だるま屋ウィリー事件。だるま屋ウィリー事件。あ、この辺だったっけ。もうちょっと経って、もう全然記憶がこの間、来た時はそこで立って残って3、2、1、ゴー再現します。ワンいやー、トリプル R でやったら大惨事だよ。うわー、バイクいっぱい来たー。あれ多いねー、あれ多くねー、あれ多くねすげえ、ハーレーめっちゃ多かった。ナイスライン。うわ、何ここ不思議な道。ああ怖い怖い。こちらけ飛んでる。ああ怖い、狭っ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 。ああ、街灯っていうか、あのライトもないんでね、これ。夜怖いね。夜やばいね。夜やばいね、これ真っ暗。ああ、こっちは初めて通った。おお、すげえすげえ。細い、いいね。もう右を見たら常にこう地平線がこう広がってるって。あ、最高だね。うわすげえすげえ。今一番近いんじゃねえ、海。うわー、はい、またハーレーだ。ハーレー、ハーレー集団多いね今日。多いね。やった。やえ成功。いや、ありがとうございます。ちょっと待ってね。このこれ左だ、左。ここ止め、この辺止めるよ。はい、これこれ。はい。おうおうおうおお。あー、でもいっぱいだな。あ、何、満車ってこと。やばくダメっすかね。前の人車出すんじゃない。一番奥って開いてないっすか。開いて一番奥。あ、開いてる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 。そこにしよう。ここは車入れんのしんどいっすね。バイクでよかったね。到着です。笹川流れ無事到着です。イエーイイエーイ。お疲れ様でした、長旅。暑い。あとね、そこで食べます。定食屋さんがあるんで食べてきたいと思います。さあ、というわけで食堂屋さん千鳥さんで定食食べてきました。あと日本海ソフトも食べてきて大満足です。もう暑いです。千鳥美味しかったです。美味しかったです。わー、足すめんね、これやばい。また熱でオーバーヒートしてる。変わります。なんかね、熱に弱いんだよね。ちょっとじゃあ俺がパッと出て、そうっすね、パッと出て止まります。あ、大丈夫大丈夫、かかった。あ、よかった。オーバーヒートする、この暑さで。
冷えてる時はなんともないんだけどね、大丈夫なのかな。ここね、千鳥屋さん美味しかったです。いやー、ほんと来れてよかった。ちょっとね、あと最後にソルトカフェに行ってゆっくりして写真撮って帰りたいと思います。いやー、ほんと来てよかった。あ、ここっすね。ここだ、カフェ、ここです。あやり文字をカフェ、ソルトカフェでーす。そうだね、ミニの隣、オレンジのミニの隣。3台よいしょ。あ、いけたいけた、出れない出れない動かないでしょ。よし、大丈夫だ、よし。ああ、最高じゃねえか。この3台最高じゃねえか。やばいっすね。すげえな。この3台はなかなか揃わんでしょう。はあ。お、電車が通ってる。いいとこだよね、ほんと。よかった、エンジンついた。というわけでソルトカフェで涼んで来たんでね、写真も撮れたし、いやー、ほんと今日は楽しい一日でした。まだ先はまあ先はね、帰りはまだ長いんだけど、帰りはね、これから2時間半走って、まあ、帰るわけですけど、まあ気をつけて帰りたいと思います。はい、というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたー。